はいこんにちは佐大臣光永ですだいぶ春めいてきて暖かくなってまいりましたが雨が多いですね今日も一日中じとじとと降っていましたしかし雨もまた良いもので夜明け前にですね梅の花がしっとりと雨に濡れている様子なんかはおっと見入ってしまいますねさて本日は平家物語感情の巻より尿院出家です 壇ノ浦の合戦で心ならずも生き残った賢礼門院徳子は東山吉水に隠棲していましたがやがて長楽寺で出家します前回「六代切られ」からの続きです「明院出家賢礼門院は貧賀市山の麓吉田の辺なるところにいぞ立ち入らせたまいける中納言の法院京へと申しける ならぼうしのぼうなりけり、すみあらして、年久しゅうなりにければ、庭には草深く、軒には忍ぶ茂れり、すだれたえ、根、ね、やあらわにて、雨風たまる病もなし、花はいろいろにおいども、あるじとたのむ人もなく、月はよなよな差し入れど、 なめて明かす主もなしも昔は玉のうてなを磨き錦の蝶にまとわれて明かし暮らしたまいしに今はあり年ある人には皆別れ果ててあさましげなる口棒にいらせたまいける恩心のうち押し量られて哀れなり魚の久我にあがれるがごとく鳥の巣を離れたるがごとし 去るままには、うかりし波の上、船のうちの御住まいも、今は小石うぞおぼしめす。そうは道通し、思いを再開千里の雲に寄せ、白屋苔深くして、なんだ倒産一定の月に落つ。悲しとも言うはかりなし。かくて尿印は、 元年五月一の日恩愚氏おろさせたまいけり御懐の死には長楽寺の阿蘇坊の商人陰性とぞ聞こえし御伏せには先帝の御の納しなり今はの時まで召されたりければその恩移りがもいまだうせず御形見にご覧禅とて最国よりはるばると 都まで持たせたまいたりければいかならん世までも御身を放たしとこそおぼしめされけれども御伏せになりぬべきもののなき上勝はかのご坊代のためとて泣く泣く取り出させたまいけり商人これを賜って何とそうする旨もなくして墨染めの袖を絞りつつ泣く泣く まかりり。られけりこの御意をば旗に縫うて長楽寺の仏前にかけられけるとぞ聞こえし。女院は十五にて女吾の煎じを下され十六にて公費の位に備わり君王の傍らにさぶらわせたまいて明日には朝祭り事を進め夜は世をもっぱらに下参り。 二二十にて王子ご誕生皇太子に立ち位につかせたまいしかば隠号をこうぶらせたまいて兼礼門人とそ申しける入道小国の御娘なる上天下の国母にてましましければ世のお申し立てまつること名のめならず今年は二十九にそならせたもう。 りの恩装いなおこまやかに不要の恩形いまだ衰えさせたまわねども翡翠の恩かんざしつけても何にかはせさせたもうべきなればついに恩様を変えさせたもう浮きを追いといまことの道にいらせたまえども恩嘆きはさらに尽きせず人々 今は各とて海に沈みしありさま、先帝、ド殿のもの面影、いかならんよまでも忘れがたくおぼしめすに、露の恩命、何しに今までがらえて、かかる浮き目を見るらんと、おぼしめし続けて、御涙、せきあえさせたまわず、さつきの短をなれども、証かしかねさせたまいつつ、 おのずから内まどろませたまわねば昔のことは夢にだにもごらんぜず壁にそむけるのこんのともし火の影かすかによもすがら窓うつ暗き雨の音ぞ寂しかりける商用人が商用旧に閉じられけん悲しみもこれにはすぎじとぞ見えし昔をしのぶ妻となれとてや元の主の 映し植えたりけん花橘の軒近く風懐かしゅう香りけるに山ほとと,とぎす双子へ三子へ訪れければ尿陰古きことなれどもおぼしめし入れて御すずりの蓋にこうぞ遊ばされけるほととぎす花橘の花を止めて なくは昔の人や小意識。女房たち佐野見武く、ニードの越前の三味の上のように、水の底にも沈みたまわねば、もののの荒けなきにとらわれて、キュウリに帰り、若きも老いたるも様を変え、形をやつし、あるにもあられぬ有様にてぞ、思いもかけぬ谷の底、 岩の狭間に明かし暮らし玉井ける住まいし宿は皆煙とのぼりにしかばむなしき跡のみ残りて刺激のべとなりつつ見慣れし人の問い来るもんなし戦火よりかって出世の孫に愛犬もかくやと覚えて哀れなりさるほどに七月九日の日の大地震に 追事も崩れ荒れたる御所も傾き破れていとど済ませたもうべき御頼りもなし緑意の監視球門を守るだにもなし心のままに荒れたる間垣は刺激のべよりも強けく折りしり顔にいつしか虫の声声恨むるも哀れなり世もようよう長くなれば いとどおん寝覚めがちにて明かしかねさせたまいけり尽きせぬ御物思いに秋の哀れさえ打ちそいて忍びがたくぞおぼしめされける何事も変わり果てぬる浮よなればおのすから情けをかけたてまつるべき草のゆかりもかれ果ててたれ育みたてまつるべしとも見えたまわず。 というわけで、賢礼門院徳子の出家の場面でした。長楽寺は丸山公園の奥にあるお寺です。境内にはこのように、賢礼門院が修行したという平安の滝というものがありまして、5月1日に出家したとありますので、現在も毎年5月には長楽寺では、この文中にあります、安徳天皇の御意で作った旗というものが公開されています。 次回大原入りに続きます無料ダウンロードのお知らせです日本の歴史解説音声91本18時間仏教の伝来から226事件まで古代から近世までの時の流れを実感していただけます全91本18時間の大ボリュームが今だけ全て無料です 図表、形図、地図などを豊富に使い内容理解がしやすくなっております。今だけ全て無料。今だけ全て無料です。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も佐大臣三長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。